ウントダウン10秒前になりました。皆さん、まもなくいきますよ。さあ、大きな声でお願いします。5秒前です。カウントダウン、まもなくいきますよ。いいですか、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0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  3
回はメッセージ花火を打ち上げました。いくつかメッセージをご紹介してきましたが、締めくくりはですね、実は直接メッセージを伝えようということで、来てくれている方がいらっしゃるんです。会場の皆さんには打ち上げまでちょっとだけ時間を頂戴ということでお願いです。ではですね、直接メッセージを届けてくださるのは船見八区の那須木正弘さん、どうぞ。そしてメッセージを届けるのは山本恵美さんです。はい、じゃあ那須さん、恵美さん、どうぞ。じゃあ那須さん、メッセージを直接届けようというその思い、よろしいですか？準備はお願いします。皆さんこんばんは。私たちは、地元この船見で、生まれて、そして知り合って付き合いしている今熱いアベックです。今日彼女に手紙書いてきたんで読みたいと思います。エミ、出会ってから今日まで、いろんなことがありましたね。どれも忘れられない思い出です。そして今の自分があるのもエミのおかげです。ありがとう。そしてこれからは恋人同士ではなく夫婦になりませんか？大事にします。結婚してください。エミさん、お返事をもらってもよろしいでしょうか？よろしくお願いします。音楽フェスティバル花火 in 船見、船見七夕花火、すべてのプログラム終了でございます。皆さん、ようこそお越しください。